はい、皆さん、こんにちは。大三郎です。2021年2回目の YouTube 動画になります。本日もよろしくお願いします。今日はカメラのことですね。新年のご挨拶の動画でもちらっと登場しておりましたが、こちらのカメラ、XT4 について えー、ちょっとお話ししたいいとと思います、えー、ちょっとここであ,のあれなんですけどもあの話をちょっと変えるんですけどもちょっと隣が工事していたり、えー、今日風が強かったりと、えー、ちょっと雑音が入ってしまうかもしれませんので、えー、お聞き苦しい点は、えー、申し訳ないと思っておりますすいませんえーまあ、話を戻して <laughs>、えー、なぜ XT4 を導入したか とということとあと XT4 を導入して、まあ、どう写真ライフが変わったのかということをえちょっとお話ししたいと思います、えー、まず、えー、なぜ XT4 を導入したかというところなんですけれども、えー、私昨年から受託撮影を個人的にちょっとお受けすることが多々ありまして、えー、事業所さんのカレンダーとかそれの写真とか えー、あと、まあ、ご家族の写真とか、そういうのを、えー、撮影しておりました。まあ、ほぼ、えー、ソニーの E マウントのカメラ、α シリーズですね。そちらの方で撮影させてもらってたんですよね。えー、緊急事態宣言が出ている時とかは、ちょっと撮影はできなかったんですが、えー、緊急事態宣言が明けた、まあ、6月後半ぐらいから、えー、7月、8月あたりから、そういうご依頼が、えー、増えてきましたので、えー 自宅撮影をししておりましたで私自身は本業はアパレルのセレクトショップを経営しておりまして、えー、まあ合間合間にはなるんですが受託撮影をさせていただく中で、えー、まあちょっとソニーのカメラもちろんすごい性能なのでオートフォーカスあと交感の耐性アルファ 7R4 などは、えー、6100万画素で電車10個も効きますから、えー、すごい性能なんですけれども、えー まあ、とあることがきっかけで、ちょっと E マウントのカメラにすごく、こう、ナイーブなイメージを抱き出したんですよね。まあ、それのきっかけが、7月に導入した EOS R、それと8月に購入した、えー、EOS R6、えー。そのカメラを、えー、導入したことによって、まあ、僕自身が2000年代若い頃に、 えー、キャノンのコンデジを使っていたりとか、EOS Kiss、うん、シリーズを使っていたこともあって、やはりキャノンの色が好みだなと思い出してきたんですよね。それとともにソニーのちょっとこう、クールなイメージのカラーが僕にちょっと合わなくなっていたっていうのがあって、えー、そういうふうにずっとずっと悩んでたんですよね。えー、まぁ、あ、e o ールを、とか EOS R6 を自宅撮影で使いながらも、 まあ e、マウントのカメラも使ってはいたんですが、やはり E マウントのカメラを持ち出してシャッターを切るごとに心がすり減る。まあ、かっこいい言い方ですけど、そういうのがあって、思い切って E マウントのカメラを売却させてもらって、えー、こちらの XT4 を導入させてもらいました。じゃあ、キャノンの色が好みだからって言って、富、え、士、ー、フ,フィルムの色がキャノンと一緒なのかって言われたら、一緒じゃないと思います。もちろん。 ただ似てる部分もあり似てない部分もあったりと、まあ、これ個人の感想になってくると思うんですけれどもただこうカリッカリシャープネスっていうソニーのカメラではなくて、まあ、キャノンさんももちろん十分、えー、シャープな色なんです、えー、写りなんですけれども僕の中でソフトなイメージの写真も、えー、撮影していたかったまあ写りですよねそういうカメラも 必要だなと思い始めて XT4 を導入しましたまた、あ、ですのできっかけとしては EOSR を導入したことでキャノンの色が好みだということあと冷たい感じの色がする、まあ、ソニーのカメラも最高なんですけど、えー、冷たい色がまあ感触というかクールなイメージの色よりも温かみのある色が欲しかったっていう意味で、えー、XT4 を導入させてもらいました、まあ、センサーサイズは全く違うんですけれども、うん えー、フィルムシミュレーションだったりとか、えー、いろいろなユーチューバーさんがレビューされているように APS-C センサーのカメラであっても、えー、交換の対戦も、えー、強いと思っておりますなので十分プロの現場でも、えー、使えるカメラだなと思っておりますじゃあ XT4 を購入してどう写真ライフが変わったのかっていうことなんですけれども、えー、まあ導入者から っていうことももあるんですけれども、えー、フルサイズセンサーのカメラの特性をより理解できたとまあ好感度ダイナミックレンジあとボケですよねそういうのはやはりフルサイズのカメラに優位、えー、性があるなとまあそこが理解できたあと ABS-C センサーのカメラやはりコンパクトあと、えー、軽いあとやっぱ防衛機ですよねあと 電車速度も、まあちょっとこう、XT4 は確かクロップされちゃうのかな、えー。電子シャッターだと。ちょっと忘れてしまいましたけれども、電、え、車、ー、速度も、えー、APS-C センサーのカメラが速いやつもある。まあこういった APS-C センサーのサイズのカメラの優位なところもある。まあ一長一短が分かったと。一長一短分かった上で、えー 仕事の現場に持ち出せ富士、えーまあ、フ,フィルムさんのカメラはオートフォーカスがどうあまり良くないよみたいなことを言われている方もまあ僕の周りにいらっしゃったんですけども僕全然まあ風景撮影がメインなので、えー、動き物はたまにしか撮らないので、えー、瞳 AF もまあ十分ですし、えー、受託撮影の現場でも使えるカメラだと思っておりますので、まあ、結構写真ライフは幅が広がったなと思いますね。 えー、APS-C センサーのカメラを持つことによってでやはりフィルムシミュレーションですよね、えー、これは非常に大きいなと思います自分のこの今感じた例えば今撮ってる景色を、えー、このフィルムシミュレーションで撮影したらこういう雰囲気になるだろうなと思いながら、えー、フィルムシミュレーションを選んでシャッターを切るまあそういう部分がすごく自分の表現の幅を広げていくんだろうなと自分で感じていますね、まあ、僕自身は写真を撮影する上で一番 あのポリシーに感じていることは見たまんまんっていうことは意識してるんですよね風景風景がメインなのでやはり風景の写真っていうのは色を乗っけてしまうとまあ足してしまうとやはりあまり良くないなと僕は個人的に思ってるんですよねまあフォトコンなのに出すのもそうですし あと先輩などに見てもらうときもそうなんですけど、まあこれ先輩カメラマンの皆さんが言っていた記憶があるんですけど、あまり風景の写真で色を足したりとか、色をまあ引いたりですよね、とかするのは良くないよっていうのは言われた記憶があるんですよね。なので僕はそこはこうなんか常に意識しているところではあるんですよね。まあまあフィルムシミュレーションをしてしまうとちょっと変わったりはするんですけれども、まあ一つの表現の幅として、えー、フィルムシミュレーションは僕にとってすごく、えー、 新たな表現をまあ僕のポリシーをちょっとこうあいい意味で曲げてくれる、えー、こういう写真も必要なんだなっていうふうなのを感じまあ思い知らしめてくれた、えー、カメラだと XT4 は思っておりますまあなのですごくこうこれからまあね導入したからっていってすぐ幅が広がるわけではないんですけれどもより一層 XT4 を使って写真表現 っていうのも追求していこうとまあ、強く、えー、決心させられたカメラあと導入して良かったと思えるカメラですねまあ今日はえっと XT4 を導入してまあ、自分がどう変わったのかあと導入した理由とかっていうのをちょっと話させてもらったんですけど、えー、この XT4、えー まあ星ドアとかも撮影したんですけど結構十分撮影できますしまあこのレンズ、えー、1680ですか F4 のまあ標準ズーム俗に優う小三原ですよね、えー、キャノンで言ったら2405に当たるのかなまあそれぐらいのレンズだと思うので、えー、まあ防人防的ですし、えー、すごく映りもいいと思います、えー、なので僕はプロの方でなくても、えー 初めてカメラを使われる方でもおすすめできるカメラじゃないかなと思います。ということで、えー、今日は、えー、XT4、なんで導入したのっていうところをお話しさせてもらいました。えー、また、この後で撮影した画像などは YouTube にスライドショーとしてアップしたいと思います。えー、新型コロナウイルスがまた拡大しますので、えー、皆様、えー お体にも気をつけてください,いそして今回の動画が参考になったとか良かったなって、えー、感じていただけた方は、えー、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、それでは、えー、本日はありがとうございました。大沢郎でした。さようなら。